にフラグを立っておいた。このゲームの真相を見せてやろう。言った途端にロンパさんに負け、友人は言った途端にランさんに負け、果たしてどこまで通用する。開幕勝利読み、 B 勝利 RC は取れない。 B 勝利有効打を刺していったのはスパイク、対してランサーは当て投げで返していく。おっとギルガメッシュ、これ乾燥している。先ほど言っていたバビロンギルの不安要素を切り返しか乏しい。ゲージを空にして解放分を与えない、これがギルガメッシュの良さ。安定コンボ、大手をかける。開幕バックステージでも引っかかるんです、その昇竜拳。さあゴビコンボを連続で出ていくのはイミアランス、新昇竜ダメージ追加の置き攻め重視、どうなる。またしてもこれが通れば決まってしまう。新昇竜ゲイボルゲー、勝ったのはイミアだった。優勝はイミアだった。さあ、それでは優勝者にコメントをいただきたいと思います。みんなありがとうございました。今一度優勝者に大きな拍手を。